チームビヨンドプレゼンツアルコ&ピースパラスポーツガレージさあということで MC のアルコ&ピース平子と酒井です。お願いします。お願いします。はい、さあこちらですね、東京2020パラリンピックも終了はいたしましたが、引き続きこのパラリンピック、この番組でさまざまな応援、していければなと思っております。うん、パラスポーツを広くたくさんの人たちに知ってもらおうと、そしてその競技の面白さ、うん、世界と日本の差比較などなど、うんうん、今日本はどのような現状になっているのかと、さまざまな側面から、見ていければと思っております。はい、さあということで今回取り上げます競技はパラテコンドーでございます。そうか、ねえ、はい、僕を見てなんでこの番組にガローデンのキムカッファンが出てるんだと思った方も ね、いましたね、多いと思いますけれども、キムカッファンだわやっぱ。さあということでゲストをお呼びしております。こちらの方をお呼びいたしましょう。東京2020パラリンピックテコンドー女子日本代表、太田翔子選手です。どうぞお願いします。お願いします。お願いします。すごい。さあ太田選手なんですけど、2018のアジア選手権、そして2019年の世界選手権で銅メダルを獲得されております。はあ、可愛らしいマークでね。本当だ、はい、ソフトバンク所属なので。ああ、なるほど、はい。でも蹴りとかいかついんでしょ。いかついですか。ね、はい、あの足技の格闘技ですね。はい、昔 K-1 なんかもピアゲネットとか出てましたけどもね。あ、足技な、はい、すごい。なかなか我々ちょっとまだ馴染みがないんですけれども、いろいろ伺っていきたいと思います。今日お願いします。はい、よろしくお願いします。さあまずはパラテコンドーの簡単なルールについてこちらの動画をご覧ください。東京2020パラリンピック競技をご紹介します。華麗なる蹴りの応酬、テコンドー。テコンドーは東京2020パラリンピックで初めて正式競技になる。繰り出される蹴り技の応酬は迫力満点、力強さとスピード感あふれる競技だ。素早い回し蹴りをする選手、上肢に切断や機能障害のある選手が対象。東京2020大会では男女ともに体重別の3階級で戦う。男子61キロ級から75キロ超級、女子49キロ級から58キロ超級。八角形のコートで1ラウンド2分間を3ラウンド行う。長さは8メートル。頭部への蹴りは禁止で、胴体への蹴り技だけが有効となる。有効な蹴りは1回2点で、180度の回転が加わった後ろ蹴りは3点。後ろ蹴りから軸足を入れ替えて360度の回転蹴りは4点となる。多くの得点を取った方が勝ち。相手の蹴りをかわしたり、ガードしたりする防御力も重要だ。防御では体の使い方に選手の個性や工夫が見られる。素早い攻守の切り替えが勝利への鍵となる。太田翔子選手、東京2020に向けて。パラテコンドーは東京2020からの新しい競技なので、私たちが活躍することによってこの競技をもっとたくさんの方に知っていただいて、まあ、一緒に競技をしてくれる、応援してくれる仲間を増やしていきたいなと思います。はい、といった競技だということなんですが、今回からパラの正式種目に加わったんですか。はい、新種目になります。ここからさらにじゃあちょっと注目度が高まっていくであろうということですね。そうですね、もうすでに世界中 の、 そのレベルは上がってきてるんですけど、東京大会で、まあ、デビュー戦になったので、うん、これでさらに注目が高まってると思います。ちなみに太田選手の得意技はどんな技になるんでしょう。カットと呼ばれる、はい、横蹴りですかね、日本語で言うと。はい、テコンドー3、ポイントが難易度によってポイントが分かれてるんですけど、はいはいはい、まあ、カット、まあ、横蹴りだったり、はい、普通の回し蹴りは2点、うん、で、
後ろ回し蹴りになると3点で、1回転1回ターンをして回ると4回転になるんですけれど、本当一番基本的な技ですね。結構もう2回転3回転して回ってるあったじゃないですか、はい、あれ実際試合でも決まったりするんですか？2回転しても4点しか入んないんで、はい、あんまり無駄に回らない方がいい。なるほど、決められちゃう。4点取って逆転勝ちみたいなことも全然あり得るわけですよね、はい、そうですね、はい、結構10点差とか開いてても、まあ、例えばターン2回と普通の回し蹴り入ればもう逆転してしまうので。面白い。さあということで、そんなパラテコンドー早速体験の方をさせていただきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。さあでは実際に技を見せていただきたいんですけれども、はい、基本的なものから教えていただいていいですか？はい、こちらの酒井さん持っていただいているのが普段練習で使っているハンドミットになりまして、これを蹴って練習蹴り技を練習します。はい、普段通りどうやって持てばいいですか？そうですね、パラテコンドーは、上段が頭を蹴るのが、はい、禁止で、中段のみになるので、お腹の高さに構えていただく。こうすればいいですか？そうですね、試合の時は基本的に半身になって構えるので、相手もこの半身の状態、ここがお腹の状態ですね、はい、のミットがお腹だと思って蹴ります。はい、でまあ、どっちでも片手でも両手でもいいんですけど、ちょっと力を持って、はい、構え軽く蹴ります。こういう回し蹴り、こういう、はい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 、うわー、ありますね、はい、すげー。ちょっと強めだとどんな感じですか？めっちゃ怖い。もうちょっとですね。あ、すいません。あ、そうですね、はい、こんな感じ。うわー、はい、こんな感じ。あ、すげー、もう力が伝わるわ、手にすごい。はい、先ほどおっしゃってたその横蹴り、何でしたっけ？はい、横蹴りカット。それはどういった？それはですね、足 の裏を使って相手を蹴、こっちじゃないとダメなやつだ。そうですね、そっちの方が蹴りやすいです。はい、こういう持ち方になるんですか？そうですね、相手のお腹をこう横でこう押してみたいな感じなんですけど。おお、すげえ、はい、結構来るな、やっぱ。おお、来る、めっちゃ来る。はい、これもなんか足の力っていうよりはなんかこう一直線にこの、膝とこの股関節と全部こう一直線にすることによって体重をこう伝えるみたいな。これめっちゃ来る、そんな分厚いのに。はい、行きます。おこんな可愛い子ちゃんが。ちょっとごめん、今言うことじゃないこと言っていい？ごめん、お前指輪してんの？いや、あ、ごめんなさい、結婚しました。今じゃねえんだけど。結婚しました。おめでとうございます。今、海の中キラッて光ったから、うわ、待って、まあいいよ。これがカット。それがカット。ちなみにちょっとした回転蹴りだとどっちの方が受けやすいですか？こっちの方 が、はい、やってください、回転切り。もっと正面で受けちゃっていいんですか？横の方がいいかな。こうすか、はい、普通にこう 前に構えていただいて大丈夫ですね。4点ですよ、これだから4点の。そうですね。こう1回回って足入れ替えてこう蹴るような感じですね。はい、横で大丈夫です。はい、おお。ちょっとなんか久しぶりだと。すごいな。ウルフじゃなくて。むずそう。これが一番難しい技です、ね。今のは攻撃でこう飛んでくるじゃないですか。防御ってこれどうすればいいんですか？はい、そうですね。基本的に腕でガードするのが基本なんですけれど、はい、私たち腕がまあなかったりするので、その時は。お腹だとクリーンヒットで得点になってしまうので、はいはい、こうちょっと背中側とかで攻撃をかわしたり、あとはまあちょっと下がって、うん、背中なら当たってもポイントにならないところもありますね。なるほど、はい、めっちゃ怖いけどな、背中で。すごいな。そうですね、膝で受けたりはしないんですか？膝ブロックは下段が足を狙うのが反則になってしまって、こう中途半端に上げるのはダメなんですけど、しっかりとお腹の高さまで上げる、はい、でその蹴ってきた足にこう当てて足をこうちょっと払うみたいな感じで防御することもあります。僕らでもできるようななんかないんですか？
をですね、まあ腕をちょっとその蹴られた時に、うん、あのお腹にそのままこう蹴られてしまうとポイントになってしまうので、うん、はい、腕を一本入れるだけでもガードになりますね。ディフェンスになるんだ。はい、もしくはまあこう入れ替える、足をこう入れ替えるみたいな感じで、お腹に来た蹴りを背中で受けるみたいな。ちょっとこんな感じで。ええ、無理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 だって。お腹で蹴ってもらったものを、はい、あ、お腹に蹴って、あ、こうやって。うわあ！当たってるから。すいません、大事な。あー、すげえ、はい、そんな感じです。一瞬のこう隙を作るみたいな感じ。なるほど。いきます。大丈夫です。